安倍英二は、日本の柔道家、実業家。学生時代に、慶応義塾大学柔道部の欠物として、名を馳せ、社会人となってからは、昭和天覧試合で3位に入る活躍を見せる傍ら、大日本政党で専務取締役健康上長を務めるなど実業家として活躍した。また兄の、第六も、学生時代に、柔道選手として、腕を鳴らし、後には、 中部拝殿にて、常務取締役を務めている。1899年、司法官僚であり、実業家でもあった、安倍泰蔵の七、男として、東京府東京市麻布区に生まれる。六尾の第六とは、創世児であった。慶応義塾在籍時少年時代は、飯塚国三郎に、後には、中野正蔵に指示して、柔道の色派を学んだ。飯塚は、 払い腰や背負い投げ、大外刈り、足技に長寿、また中野は左右の内股に、跳ね腰、一本背負い投げ、足技、裏投げなど、千変万化の技をもってそれぞれ世に知られる名人、達人であったが、安倍は、両先生の技のうち、一つだけでも受け継げたら、よかったのだが、不便にして、ついに得得できなかった、おそらく防ぐのに、精一杯だったのだろうと述べている。 慶応義塾では、柔道の稽古に邁進した中学四年時、旧西青森中学校から、茶帯の転校生が、慶応柔道部に入部してくると、その転校生が見たこともない技で相手を投げ飛ばす。姿に感銘を受けた阿部は、三様見真似でその技を練習したい得した。これが後に、阿部の代名詞となる、払い腰の原型となるものであり、阿部自身も払い腰のつもりで練習していたが、 厳密には、大車という技だと指摘されると、少々がっかりさせられたとも述べている。慶応義塾大学時代は、首相として兄の第六らとともに、名門柔道部の礎を築き、早稲田大学首相の石黒啓七と午前試合を行ったこともあった。兄弟揃って、当時としては、巨漢とも言える堂々たる体育で、二人が並び立ったところは、毛田し総監、全国に、 慶応に、安倍兄弟ありとその名をと驚かせたという。安倍はこのほか当時の慶応義塾に13あった、体育会系クラブのうち11クラブの選手を、兼任するなど、活発な学生時代を過ごしていた。1923年に、慶応義塾大学法学部を卒業し、大日本政党に、会社員として、就職、以後も会社員のから引き続き稽古に汗を流し、 1924年1月には24歳で、行動官5段に列せられている。1929年5月に、昭和天皇即位の礼を記念し、五体礼記念天覧武道大会が開催されると、名誉ある指定選手32人のうちの一人として、非専門家のみながら、柔道を制御とする専門家29人と並び、選抜された。大会本番で、安倍は、 予選となるリーグ戦にて、山田正幸六段を3分15秒で総足払い、後藤砂を五段を1分3秒で同じく、総足払いに仕留め、天野志六段には、危険勝ちして、守備よく、リーグ戦を勝ち抜いた。リーグ戦を勝ち抜いた8人によるトーナメント戦では、同じく、中野正造門下の岡野三木を五段と、相見え、双方足技の応酬に始まり、安倍が、 左払い腰、大外刈りで攻めれば、岡野は、出足払いや寝てからの締め技で応戦するという、一心一体の攻防となり、最後は安倍が左小内刈りで、岡野に畳を背負わせ、16分29秒の、大地合いに終止符が打たれた。昭和天覧試合で栗原と争った安倍、準決勝戦に進んだ安倍は3歳年長の栗原、民を6段と激突。 身長 164cm、体重 75kg の黒音に、身長 173cm、体重 89kg と一回り大きな素人が挑戦する構図となった。両者とも左組の相四つとなった試合では、栗原が左手で、安倍の右を越えるよやや低めにつかんで溝打ちに当て、右手は袖口を取って、安倍の払い腰や大外刈り、足払いを封じた。 逆に栗原が得意の寝技に誘えば、安倍はこれに応ぜずといった具合で、両者一歩も譲らぬままに展開。栗原が、背負い投げに入らんと畳に膝をつき、これを振り切って一息ついた安倍が、同意の乱れを直そうとした途端、背後から栗原が、総襟絞りで強襲したが、安倍は、少々慌てたものの、すぐに冷静を取り戻し、後ろに倒れて、喉を、防御指南を逃れた。 寝技の攻防は数分間続いたが決着には至らず。しかし栗原のこの攻めで安倍の唇は破れ流血が見られた。試合はその後栗原の釣り込み足や関節にともえ投げ安倍の大外刈りや払い越しの応酬となり互いに決め手がないまま試合時間30分を終えた。主審の長岡周一八段。 福神の山下義明八段と田端翔太郎七段の最低により栗原の勝利となり、安倍の進撃はここで途絶えた。なお、栗原は大会前の4月18日に右膝を負傷して一時は、出場も危ぶまれたが、何とか立って歩ける程度には復活したので急遽、出場の意を消した経緯があった。安倍はそのことを知っていたにもかかわらず、 栗原の右足に技をかけることは一度もしなかった。また、安倍のかつての死であり、この試合を観戦していた、飯塚国三郎八段によれば、栗原との試合で、安倍は眼球に指を突き込まれ負傷していたという。相手の弱点を攻めることもしなければ、自身の試合中の負傷をアピールすることもなく、最後まで潔く試合を戦い切った安倍に対し、栗原は後日、 安倍という人は偉い人だ、見に見上げた男だと称えていたという。柔道評論家の工藤大介をもって、堂々たる風格、少しもおごり高ぶるところなく、工房をおのずからりに叶う試合ぶりは、見るものをして、ことごとく高骨とさせるものがあったと言わしめた安倍だったが、その後主要な柔道大会に出場することはなく、引き続き第二本政党にて、会社員としての道を歩んだ。 安倍の手腕を見込んだ政財界の中鎮、藤山ライタからは、特に可愛がられ、よく将棋の相手等もしていた。ただし、無理に負けるということが嫌いな安倍は、正々堂々と本気で刺してしまい、時には藤山を負かしてしまうこともあったという。太平洋戦争中は、台湾の工場に赴任しており、終戦に伴って、安倍は、現地からハウ、ハウの手で引き上げた。 1946年12月のクリスマスのことであった。終戦直後、大日本政党を改め、日東工業は余剰人員を抱え、本業の政党業も商売にならず、細々と工房を製造して、闇屋のような真似をし何とかやりくりする日々が続いた。従業員を路頭に迷わせまいと苦心する阿部ら経営陣に対し、救いの手を差し伸べたのは、 慶応義塾柔道部の先輩、藤山愛一郎が率いる日東科学であった。このことについて、安倍は、後々まで謝意を示している。1949年に社名を、日東工業から大日本政党に戻す際には、それまで多く保有していた、海外財産を廃線に伴って一辺に失った、暗い過去を彷彿とさせる社名として、周囲からは大反対にあったりもしたが、 不信した末に、安倍はこれを成し遂げている。以後も、安倍は、取締役の一人として、横浜工場長等を歴任し、入社以来30年以上もの長きにわたり、正当マンとして、汗を流した。人当たりが柔らかく、親身になって、後輩の面倒を見るなど良い指導者でもあり、人情味豊かな安倍に対する社員の辛抱は、非常に厚かったという。 政府による砂糖の販売統制が解除され自由化された直後の1953年雑誌商工経済にこれまでの製糖業は黒いものを白くして報酬を受け取るだけで言ってみればクリーニング屋のようなものだったと自虐した上でこれからは各社の技術、のれん、販売力の違いがものを言うようになる有利に原料を買い付ける手腕の遺憾で勝負が決せられることになり 商売はこうならなければ、面白みがないと、一企業経営者としての見解を寄稿していた。翌1954年に、増収愛事件の増船疑国が発覚した際には、東京第一検察審査会長に選出され、同事件の審査を担当した。1969年10月25日午後10時、共振症により、東京都港区南青山の自宅にて死去した。 なお、安倍兄弟は、英治の他にも、三菱造船所や、中部拝殿など、各方面の幹部を務める人材を輩出し、明治生命保険を創業した父、大蔵の名に恥ず実業界の第一線で活躍した。また、英治は、戦後の1948年5月に、六尾、第六と共に、行動館八段に列せられたほか、八尾、吉尾と旧男、 秀助はそれぞれ行動館の7段くらいであり、4人兄弟、合わせて30段は行動館史上唯一無二の記録となっている。ありがとうございます。